川端です。よろしくお願いします。今回はですね、京都女子高校の問題です。平行四辺形がありましてですね、この三角形 EFG の面積はこの平行四辺形の面積の何倍ですかという問題です。この問題はね、非常にいい問題なので、ぜひですね、動画を止めて自分なりに解いて、やってみることを強くお勧めします。本当にね、いろんな解法がね、出てくると思います。私はね、解き方3つ、で説明していきたいというふうに思っております。まず1つ目の解き方はですね、どんどんちょっと切って切って切って小さくしていきながら求めていきます。まず全体の面積をちょっと S と置きます。平行四辺形 ABCD の面積を S とします。で、今この EFG 求めたいんですが、まず EG で切ってしまいます。で、EG で切ると、これちょうどこの平行四辺形の面積を真っ二つにすることができます。なんで真っ二つになるかっていうと、台形 AEGD と台形 EBCG ですが、この二つの台形っていうのは高さが等しいわけですね。つまり上底と下底を足したものが面積比になるから、上底1たす2で3、こっちも1たす2で3なので、両方とも3になってるから、台形 AEGD と台形 EBCG が等しい。なので EG で切ったら面積半分になります。よって台形 EBCG、 この下側の三角、下側の台形は2分の 1S というふうに出すことができます。で、続いてこの台形の面積が、出たら、今度はですね、この三角形 EBF と三角形 CFG、 これをくり抜くって考えます。今ここまで出たので、これとこれをくり抜く。で、この三角形 EBF の面積、じゃあどうやって求めるかっていうことで、ここでちょっとこれを使います。一つの角が等しい三角形の面積比ということで、これはぜひ、何角を受けるんだったら知っておいてほしいんですが、三角形この ADE と三角形 ABC、 この、面積比なんですけれども、これこの角を挟んだ辺をかけたものが面積比になります。まあ、赤と緑だったら A×B 対 C×D、 赤対緑は A×B 対 C×D。 また言い方変えると、緑色の三角形は赤の三角形の A 分の C×B 分の D 倍になります。これ分のこれかけるこれ分のこれ、まあ、縮小していくイメージですね。で、出すことができます。で、これを使います。このね、緑は赤の A 分の C×B 分の D、 これを使って解くとですね、まず今ターゲットはこの三角形 EBF です。ちょっとEBF なんで、ちょっと他の部分ちょっと消しときますね。この EBF を求めたい。で、その時に、まず ABC で切ってしまって、ABC で切るとこれ半分になりますね。全体の面積の半分。で、ここで、この三角形 BEF と BAC の部分ですけど、ここ今言ったように、ここ一つの角共有するって考えて、この BEF の面積は、今求めた ABC、この2分の1ですね。このABC の面積の3分の 2×2 分の1で出るわけですね。3分の 2×2 分の1なので、これが3分の 2×2 分の1で、これ計算すると6分の 1S ということで、ここの面積が6分の 1S と出すことができるわけですね。はい。で、同じようにして、今度こっち側の面積、今度は三角形、FCG、CFG、これを求めようとします。で、CFG の面積を求めるためには、やはりまずここでビシッと切ってしまいます。BD で切ってしまって、三角形 DBC の面積を求めます。で、これは2分の 1S です。で、これさっきと同じで、あとは、この三角形 CFG と、今求めた三角形 CBD ですね。これは一つの角、共有してますので、これが使えて、この CFG の面積は三角形 BCD の面積の2分の 1×3 分の1で出ます。なので、2分の 1S×2 分の 1×3 分の1で、これを計算すると12分の 1S と出ます。なので、ここが12分の 1S と出すことができる。したがって、今求めたいのはこの三角形 EFG の面積ですから、今、ここが6分の 1S で、ここが12分の 1S って出たわけだから、全体、
台形 EBCG が2分の 1S なので、2分の 1S からこの2つの三角ね、この台形から6分の 1S と12分の 1S 引くことによって今求めた EFG が出ますね。引くことの、6分の 1S と12分の 1S、 これを計算してあげて、12分の 6S 引く12分の 2S 引く12分の 1S で、12分の 3S で約分して4分の 1S ってことは、4分の 1S ってことは全体の面積 S としてるから、答え4分の1倍という具合に出すことができるということですね。はい。ということで、ここで切っといて、この三角形とこの三角形の面積を求めて、くり抜くというやり方でした。はい。続いて、別解いきます。途中まで先ほどと同じです。平行四辺形の面積を S としたときに、EG でまず半分になるので、台形 EBCG の面積は2分の 1S というふうになります。そしたら、あとはここの面積を求めるわけですが、ここでちょっと1本補助線引きます。F からですね、CG と EB と平行になるようにピーッと引っ張ります。で、ここをちょっと H とかとしましょうかね。で、その時に、この辺の面積比をちょっと考えていきたいと思います。で、ここで使うのが、この台形の中点連結定理ってやつです。今、上点を A、下点を B とした時に、この ML の長さは、2分の A たす B、この中点同士を結んだ時に、2分の A たす B という風になります。A と B を足して2で割る。まあ、感覚的にね、なんとなく分かるような気がすると思うんですけどね。詳しく知りたい方は、概要欄に、私、台形の中点連結定理に関する動画を上げてるので、ぜひそれを参考にしてみてください。で、これを使うとですね、ここ、台形 GCBE においてですね、今、ここ、ちょうど F って中点ですね。で、平行線引っ張ってるから、もちろんこれ EH と HG、ここも等しくなってますね。とここで台形の中点連結定理を使うことによって、ここの HF の長さが丸1と丸2を足して2である。つまり、丸の 1.5、2分の3。という具合に出すことができます。1足す2割る2で2分の3と出すことができると。そうすると、あとはですね、面積比に関する問題にしてあげて、例えば、これ、台形 GCFH。で、ここでピシッと切ってありますが、この三角形とこの三角形っていうのは、高さが等しいわけですね。台形平行だから。なので、この上底と下底の部分がそのまま面積比になります。なので、ここが1対2分の3なので、ここ1対2分の3という具合に出すことができるんですね。で、今、この H っていう点は EG の中点でもあるわけなので、ここが2分の3だとしたら、ここの三角形 EFH、ここも2分の3になるわけです。こことここが等しいので、底辺がそのまま面積比になるよと。まあ、要は等しくなると。で、同じように、さっきと同じように台形 FHEB、これでも、ここでも考えて、この三角形とこの三角形の面積比ですが、ここは2分の3対2だから、ここ2分の3だったら、ここ2という具合に出すことができるわけ。したがって、今、三角形 EFG の面積は2分の3と2分の3足して3ですね。ここの面積は3になるので、よって、これ1たす3たす2で、ここの面積を6とした時の3個分だから、要はちょうど半分になるってことですね。ここの台形 EBCG が緑四角の6個分で、ここが3個分だから、6分の3で、つまり半分。したがって、今求めたい、この三角形、EFG の面積ですね。っていうのは、この台形の面積のさらに半分になって4分の1です。だから答えは4分の1倍と出すことができるということなんですね。はい。もう一通り説明していきます。先ほどこの F からですね、ABCD に平行な線引っ張りましたね。で、これ平行な線引っ張って、ここで止まってたと思うんですけど、ここまで伸ばしちゃいます。で、そこで、ここのぶつかったところちょっとアイとしておきます。
で、この I の場所なんですけれども、これ F は BC の中点なので、I も AD の中点という具合になります。で、ここで E と I、I と G を結びます。で、その時に四角形 EFGI、これって平行四辺形になるんですね。まあ、なんで平行四辺形になるかと言われたらですね、この三角形 AEI と三角形 CGF、これが合同になります。まず。なんで合同になるかと言われたら、これ AE と CG って長さ等しいですね。また FC と AI も、平行四辺形のね、対辺の半分だから等しい。で、この角とこの角、角 A と角 C、これは平行四辺形の性質で、この対角は等しいっていう性質があります。つまり2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから合同になるんですね。こことここ合同になるので、ってことは、対応する辺が等しいからこことここ等しくなるんですね。FG と IE が等しい。で、同様にして、こことここも、合同になります。なので、こことここもね、合同と。三角形 EBF と三角形GDI も合同になります。なので、合同っていうことは対応する辺等しいから EF と IG が等しい。したがって、二組の対辺が、それぞれ等しいので、四角形 EIGF は平行四辺形になるんですね。で、これ平行四辺形に、なるわけなんですけども、そうすると今求めたいこの三角形 EFG ですが、これ平行四辺形の半分になるんですね。この三角形 EFG、求めたい三角形は、この平行四辺形の半分ということになります。ということは、この面積 EFG を求めるっていうことは、三角形 EFG っていうのは、言い方変えると半分なんだから、三角形 EFI とも等しいわけです。三角形 EFI だって、これ対角線なので、対角線切れば真っ二つになるから EFI の面積等しい。だから EFI の面積は分かればいい。で、EFI の面積ですが、ここで、ここの ABFI を抜き取って考えると、今状況的にはこういう状況になっていますね。で、今この EFI の面積さえ分かればいいと。こうなっていると。そしたらこの三角形の面積って、言い方変えると三角形、この EFI の面積は三角形 BIF と等しくなるね。BFI。この三角形と等しくなるじゃん。これは三角形 BFI と等しいよって言ったわけですね。まあこれいわゆる等積変形ってやつですけども、この IF と EB が平行だから、ここの三角形はここと面積等しくなるよと。したがって、この IBF の面積、これって、どんな面積になってるかっていうと、これは平行四辺形 ABFI、この ABFI の半分だよね。平行四辺形 ABFI の半分であり、こうね、対角線ピッと切って引っ張ってるわけね。で、さらに、この平行四辺形 ABFI っていうのは、全体の面積の半分でしょ。この ABFI は、平行四辺形 ABCD の半分。ってことは、この ABFI は平行四辺形 ABCD の半分。この半分になってるわけですね。したがって、この平行四辺形 ABCD の面積が S だから S かける2分の1かける2分の1で4分の 1S ということで、答え4分の1倍というふうになるわけですね。いいかな。ということで、まあ、ここにピーと補助線引っ張ることによって、この面積っていうのは、どん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 ちょっと形を変形していくと、4分の1倍と分かるという話です。分かったかな？ということでね、3通り、やってみましたけどね、まあ、他にもね、僕はこうやって解いたよとかあるんだったらね、ぜひ、コメントしてくれるといいかなと思います。以上で解説終わります。では。